대로. みんな出れるって。ほらみんな起きて起きて。 はあ、あんなところで寝かされて首痛え。ああ、とっととシャワー浴びて。久子先輩は汗臭いぐらいがキャラに見合ってていいんですよ。その点私たちと来たら。いやいや、てめえらだけお嬢様キャラだってか。いやいやいや、みゆき、お前はいやいやいやと言い続けるロボットか。 いやいやいや、私もシャワー浴びたいです。け、女どもはこれだからな。僕も汗臭い藤巻くんは嫌だよ。ルームメイトなんだし。はあ、俺もシャワー浴びてえな。俺もなんだか。私も浴びたいです。トレーニングで汗臭いままですので。 なんでまだ上半身裸なんだ。とにかく少しでも時間を頼む、リリッペ。はいはい、わかったわかった。じゃあ幹部のみんなは1000に本部に集合。それぞれ朝食をとるなりシャワー浴びるなりしておきなさい。 おなよ。さて、おとなしい本部に行きますか。 生徒会長代理に反省室へ連行され、軟禁状態で一夜を過ごしました。今後も介入してくることが予想されます。その打開策を考えることが必要かと。ようやく上に来たか。どうするんだ、リリッペ。試しにちょっと動いてみましょう。とりあえずそれぞれ好き勝手授業を受けてみて、かく乱しまくったらどう動くか見たいの。一般生徒の授業の邪魔はあんまりしないようにね。 以上、解散。よし、メンツ集めて授業中に麻雀でも打つか。入るだろ、松下五段。おうよ、久子も呼ぼう。だな。あと一人は、TK、 お前だ。To give to take、 バルゼロナから。意味はさっぱりわからねえが、OKってことだな。私は いつも隠れてやっている筋トレを披露してみせましょうか。僕はお菓子でも食べながら授業を受けてみようかな。貴様はどうする。<笑>俺は机2つ並べて完全に仰向けに寝て授業を受け切ってみせる。そいつは勇者だぜ。で、残るお二人、おとなしくんとひなたくんは。 ああ、いいぜ。ゆい、お前は。1分おきにトイレって言ってみる。1時間のうちに何回行くねんぐらいの勢いで。お前もアホだな。お前の方がアホじゃ。お前にだけは言われたくない。だったら今食ってやるわ。アホ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 ア
さんならできるわよね。
お前がそう言うならそうするのみだ。また硬い床で寝たくなければ逃げなさい。では解散。おとなしくんは残って。これあなたが持っておいて。勘よ。そう、あたしはいつだって勘を信じて動いてきた。それでここまで戦線を大きくしてきたのよ。そんなネガティブなこと考えてちゃリーダーなんて務まらないわ。何言われてたんだ。壊れてるやつじゃん。でも渡すってことは治ったのかもしれないな。自分たちの分の机と椅子を持っていかないとな。みんなすでにいるな。おいり、ロン、ドタカメ、裏ドラワット、ああ、リーピンタイヤを三色のドラさんになっちまった。おやばい、24,000点。いやあ、またヒサコに飛ばされた。またあいつらヒサコに負けてやがるぜ。ああ、強い。でも藤巻たちに言わせると、ヒサコは強運の持ち主ってことだ。でもそんな運持ってたらこんな世界に来ねえよって話だぜ。一番異様なのはあれだよな。
ン、よし、リーチ。入った、お入り。残念、ロン。リーチ一発。おっと、裏6でリーチのみがまた倍満になっちまった。24,000。どれだけ裏が乗るんだよ。 Just wild heaven。 女相手に何たる手たらく。それは女性に対して差別だぜ。だな、すまん。そこの一角、もう少し静かにできんかね。あ、すんません。先生、トイレ。またお前か。行ってこい。本当にやってやがる、アホだな。ああ、そこ疲れるだろう。降りたらどうだ。寝ているやつもいるぐらいだ。じゃあ24ページからだ。先生、トイレ。またお前か。行ってこい。アホだ。そこまでだ、貴様ら。おいでなすったぜ、直井綾人様が。やべ、失せるぜ。私はトイレですから。何のつもりだ。聞こえていないようだ。いい、このまま反省室へ運べ。何を反省しろというのだ。授業中堂々と寝ていて、よくそんな疑問が抱けますね。ある意味あっぱれです。なんだと、勘に触るやつだな。俺を怒らせるとろくなことにはならないぞ。だな、手伝え。おとなしい。待ちやがら、
逃げるのか！逃げてんのは俺たち！ユリッペの命令だとひたすらこれを続けるだけだぜ。次はやる。相手 NPC だからやっちゃダメだから。クソ。しかしこんなことを続けて意味があるのか。ああ、ユリッペのことだ。絶対あるはずだ。おとなし、どこへ行くんだよ。してないけど、こんな中途半端な時間に。
何してるの？どうしたの？何か心配事でも？よくこの麻婆豆腐を前にぼーっとできるものね。その気持ちはすごくわかるわ。完璧だもの、この麻婆豆腐は。スメルだわ。私、麻婆豆腐が好きなの？初めて知ったわ。こんな時間に何をしている？休み時間の食事は拘束違反だ。あなたはすでに生徒会長だった自覚もなくしたのですか？忘れてた。そうだったわね。拘束違反だった。忘れてたわ。
では、二人には反省室へ入ってもらいます。注文した時点で拘束違反です。そうね、行きまひょ。連れて行け。他に何かすることがあるの？そうさせられることで反省になるのだから仕方ないじゃない。Thank you.
こえる？おとなしく。これを聞いてると信じて話すわ、おとなしく。よく聞いて、生徒会長代理は NPC じゃなかったの、人間だったのよ。わかる？人の魂を持った私たちと同じ存在だったの。疑問に思わない？元は副会長、模範的な行動をとっていたはず。なら存在は保っていられず、この世界から消えていなくなるはず。でも陰湿にね、陰で一般生徒に暴力を振るっていたのよ。表で模範的な活動をし、裏で悪事を働く。それでこの世界での存在のバランスをとっていたというわけ。やっぱり彼にとって天使が抑止力になっていたのよ。でも彼女が失脚したことにより、彼はこの世界で自由を手に入れた。まだ目的は分かっていないけど、こちらでは戦いが始まっている。それはもうあなたが見たことのないようなひどい戦いよ。彼は私たちが一般生徒を攻撃できないことも知っている。だから一般生徒を盾にも人質にもするのよ。私たちは言いなりになるしかない。それはもう一方的な暴力。次々と仲間がやられていってる。天使は幽閉されていると思うの。私たちが入った反省室は探したわ。でも見つけられなかった。もっと簡単に逃げ出せないような場所に閉じ込められていると推測するわ。おとなしく、私は思うの。あなたは今天使と一緒にいるんじゃないかって。ねえおとなしく、グラウンドに天使を連れてきて。このひどい戦いを終わらせるには天使の存在が必要なの。時間がないわ。私もこれから出る。じゃあ健闘を祈るわ。おかしなことを言うのね。助けてほしいのはこっちじゃない？ハンドソニック。
攻撃目的には作ってないから。ガードスキル、ハンドソニック、そうね、あなたがそうしろと言うから。としてもみんな消えちゃうもの。あなたも記憶が戻ればきっとそうなるわ。ハンドソニックバージョン2。高速性に特化したフォルム。ハンドソニックバージョン3。薄いね。でもこれでも扉は開かないわ。あるわ、ハンドソニックバージョン4。これは可愛いかしら。
わかったわ。ガードスキル、ハンドソニック、バージョン2。バージョン3、バージョン俺は大丈夫だから、あいつを止めてくれ。 NPC には手出しできない。でも、直井彩人は人間だ。なんとかできるか。あそこからどうやって出てきた？扉を壊した。何年かけて作ったと思っているんだ。生徒会長代理として命じる。おとなしく戻れ。ガードスキル、ハンドソニック。貴様は逆らうのか、神に。僕が神だ。バカかこいつ。愚かだな。ここは神を選ぶ世界だということに気づいている奴はいなかったのか。生きていた時の記憶がある。皆一様にひどい人生だったろう。なぜ、どうして。それこそが神になる権利だからだ。人が生きる苦しみを知る僕らだからこそその尊さを知る。だからここにこうしてたどり着けた。安らぎを与える。俺たちにかよ。あなたたちは神になる権利を得た魂であると同時に、
生前の記憶に苦しみもがき続ける者たちだ。神は決まった。なら、僕は貴様らに安らぎを与えよう。体育館現代でライブ中のボーカリスト岩沢雅美が突如として消失した。生前彼女は声を失い歌う夢を断念。ひどい家庭環境のもと惨めに死に至った。彼女はこの世界で夢を叶えたんだ。だから消えた。次の生を迎えるため。でも可能なんだ。僕が時間をかけてこの世界で準備してきたのは、天使を閉じ込める牢獄を作ることだけじゃない。催眠術だ。お前はもう解き放たれた。幸せになっていい。さあ、目を閉じるんだ。貴様は今から幸せな夢を見る。こんな世界でも幸せな夢は見れるんだよ。生前の悔い、貴様はそれから解き放たれる。いいんだよ。そのまま目をつぶれば。誰も迷惑なんて思っていない。むしろ皆、貴様に感謝している。笑顔。目を閉じればそれが分かるはず。今彼女は幸せな夢を見ている。これがこの僕、神の力だ。見ろ、この安らかな顔を。貴様らのリーダーはこれで報われてこの世界から去る。
何を知った風な。なら、あんた認めてくれるの？僕はさ、陶芸の名士の家に生まれてしまった。一卵性の双子で、兄はその才覚をすぐに発揮し、小学生のうちから跡継ぎとして名を世間に知らしめていった。僕はといえば、部屋にこもって一人で遊んでいるだけだった。誰からも期待されず、親からもまるでいないように扱われる意味のない人生。そんなある日、兄が遊びに誘ってくれた。部屋にこもりきりの僕は外に連れ出したかったのだろう。裏山で久々に二人で遊んだ。小さな頃から木の上に登るのが好きで、その日も同じように登って遊んでいた。僕たちはその時小学五年生だった。もう昔のように軽くはなかったんだ。そんなこと、乗っていた枝が折れるまで気づきもしなかった。二人して落ちた。僕は草の上に、兄は岩の上に。兄の頭が割れ、血が止めどなく流れ出していた。死んでいる。すぐ分かった。僕の体も痛みで動かない。だから空を見上げて助けを待つしかなかった。そうしたら声が聞こえてきたんだ。死んだのはお前だ。それは空からだった。それはまさに典型だった。僕が死んだ。つまり生きているこの僕は兄なのだ。必死に靴だけを交換した。それだけに名前が書かれていたからだ。親が暗くなっても帰らない僕たちを見つけた。僕は綾人が死んじゃったと告げた。そうして僕は兄とすり替わった。死んだのは僕ということになった。そして意味のある人生が始まった。それは陶芸に取り組む日々。崖から落ちた怪我の後遺症ということで、腕の衰えもバレなかった。リハビリという名の厳しい修行が続いた。ひたすら茶碗を作り続けた。完成するたびに父に割られて罵声を浴びせられた。修行は苛烈を極めた。なんて遠いところにいたんだ僕の兄は。その遠さに呆然となる。いっそ兄じゃないんだと明かしたかった。逃げたくもなった。でも僕は、僕の人生を意味あるものに変えるために挑み続けた。もう一人きりで遊ぶ毎日になんて戻らないために。そう誓い、決して逃げたりせず父のもと修行に励んだ。ついに展覧会で入賞を果たした。兄としては全然ダメな結果だっただろうけど、僕としては今出せる最高の成果だ。泣きそうに嬉しかったけど、泣いてはいけなかった。兄としては許される最低限の結果だ。初めて報われたと思った。典型を信じてよかった。厳しい父についてこれからも修行を続けていこう。そして日本一の陶芸家になろう。僕の前に道が開けた気がした。
すぐその未来は絶たれた。父が床に伏せった。回復の見込みはないらしい。もうろくろは回せない。僕に陶芸を教えることはもちろん、僕を叱ることもなくなった。食事を与えると、優しげに微笑むだけ。僕の人生の意味は、どこに行っちゃったの？こんな腕じゃ工房も持てないし、独り立ちできない。ずっと、この人の世話をしていく人生なの。あの時死んだのは、本当に僕だったよ。あそこから頑張ったのはずっと兄で、ここにいるのも兄で、父と兄しかいなかったんだ。僕の人生は、偽りだったんだ。僕は、どこにもいなかったんだ。一度だけ父に認められたことがあるんだ。その日も木登りをしていて、先に枝に実った柿を取った方が勝ちってルールで兄と遊んでたんだ。僕が勝った。それをたまたま父が見ていた。あやともやりおるって、初めて僕を認めてくれたんだ。ただの遊びだけどさ、柿だって食べられない渋柿だったけどさ、すごく嬉しくてさ、すごく満たされてさ、生きててよかったって初めてそう思えたんだ。ありがとうございます。